ゴブリンスレイヤー、星4。RPG ゲームの序盤で大量に出てくる雑魚キャラのゴブリンに対して、こんなに雑魚キャラで湧いてくるなら RPG の世界にはゴブリン専門の冒険者がいるはずではないか？という妄想から、イニシエの2チャンネルのアスキーアートを使って連載していた同人誌がライトノベルとして作ったらクッソ大ヒットしたという漫画。2ちゃんの頃はアスキーアートを使い回している文化があったので、ランサーだったりガッツのアスキーアートを使っているので、2ちゃんの AA のレスを読むと、コミカライズを読んだ時に、ああ、こいつはこうデフォルメされたのねといった感じがよく出てる。主人公のそれでもゴブリンスレイヤーさんなら、なんとかしてくれるの。ゴブリンスレイヤーさんは、ドラクエの彷徨う鎧が元ネタなのぜ。この漫画のクッソ激烈に面白い部分は古参の設定中でテーブルゲーム大好きといった人族が作った作品である部分や妄想力を駆使して、ゴブリンならきっとこうするだろう、ああするだろうといった妄想が妙にエロいしよくできている。また主人公の設定も冒険者としては C クラスの実力しかないが、考え続けることができる訓練の賜物によって、無敵のゴブリンスレイヤーさんと描かれている部分や、ゴブリンに薄い本を厚くされてしまった不遇ヒロインの養殖シーンとかがとてもエロい部分。自分の好きやフェチを表現できる作家はそれだけで強いのぜ。クッソ面白いのでクッソおすすめ。